ビットトレントはブラム公園によって開発されたピアーツーピアーを用いたファイル転送用プロトコル及びその通信を行うソフトウェアである急流のように早く落とせるという意味を持つメインラインと呼ばれる本家のビットトレントクライアントの他にも様々な互換クライアントが存在する開発者の公園はかつて所属していたベンチャー企業で P2P プロトコルをベースにした情報コンテンツ、流通プラットフォームの構築プロジェクトに携わった。その際、従来の P2P ネットワークが、ピアの帯域を有効に利用していないことや、その信頼性が低いことに不満を感じ、それらの欠点を解消するビットトレントの開発を2001年に一人で始めた。2002年に P2P プロトコルのファイナライズを2003年に、 クライアントソフトをリリースした。2003年4月に Red Hat Linux 9がリリースされた際に、その ISO イメージをドイツ人の一利用者がビットトレントで公開し、3日間で3万個分の ISO イメージが配布されたことで注目されるようになった。現在では、主要なフリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアのほか、音楽や映画、商用アプリケーションを提供するために、 ビットトレントが利用されている。ビットトレントで配布されているファイルのダウンロードには、ビットトレントプロトコルを実装したクライアントソフトウェアを利用する。インターネットでのビットトレントが占めるトラフィックに関する報告は複数ある。ケイブルラブスは CATV の上りトラフィックの55%、英国調査会社、キャッシュロジェックはインターネットのトラフィックの35%、 別の論文は、ブロードバンドトラフィックの18%であると報告している。ビットトレントは、ファイルの配布に使われるコンテンツ提供者の負担を著しく減少させられる。コンテンツ提供者はそれぞれ異なる断片を常にピアの一部だけに配布する。各ピアは、ピアやシーダーから断片をダウンロードすると同時に、自分の持つ部分を持っていないピアにアップロードする。 ビットトレントがこれまでのソフトウェアと大きく異なるのは従来のインターネットにおける法則に反して人気のあるファイルであればあるほどダウンロードが早くなるという特徴である。ナップスターに代表される従来の P2P ソフトウェアの構図は一極集中型であった。これは限られた数の豊富な帯域を持っているユーザーの周りに帯域の貧弱な大量のユーザーがぶら下がる構図である。 このため、ある一つのファイルを取得するために、ユーザーが集まると、ダウンロード要求が一極集中し、全体の拡散速度としても豊富と言われた帯域を、占有するだけの速度しか出すことができない。この現象に対して、ビットトレントでは、相手からファイルの一部を受け取るには、自分もファイルの一部を渡さなければならないという規則を導入し、貧弱な帯域を持つユーザーでも、 全体のファイル配布に協力できるようにした。これにより、人気のあるファイルに対する要求であっても、それだけ多くのユーザーが配布に協力することになり、結果としてユーザー全体へ早く浸透することができる。また、この特徴より、自分からアップロードするのは、ダウンロード中かダウンロードが完了したファイルのみである。ウィニーなどとは異なり、自分がダウンロードしていない。 ファイルのアップロードに加担させられるということが起こらないのも大きな特徴である。また、ビットトレントは従来の P2P P に対する進歩というだけではなく、インターネット上でのファイル配布の可能性を広げた。一般的にファイルを配布する際には、サーバーからそれぞれのユーザーが別々にダウンロードするため、サーバーの帯域が配布可能量を決めていた。しかし、 ビットトレントを用いることで、ユーザー同士の帯域が利用可能になり、より多くのユーザーにファイルを配布することができるようになる。2006年10月23日に、ビットトレント、インクと、PC 周辺機器メーカーである ASUS、p l a n ク x ク n a p が提携し、ビットトレントクライアントを内蔵したルーターや n a を発売することを発表した。ビットトレントが、 これまでの P2P ソフトウェアともう一つ大きく異なるのはインデクシングウェブサイトからインデックストレントファイルをダウンロードしてからでないと本体ファイルを P2P からダウンロードできないということであるこの点は Winnie、Share、Perfect Dark、LimeWire などの他の P2P ソフトとは異なる特徴であるインデックスサイトトレントファイルのインデックスを保持しており トレントファイルを検索できるサイトトレントファイル。トラッカーへのリンクを含むインデックスとなるファイル。拡張紙がトレントとなっており、クライアントと関連付けがされている。これを読み込むことによりクライアントはトラッカーと接続し、ピアの情報を受け取り、ダウンロードが開始される。これ自体はただのインデックスに過ぎないので、本体ファイルを全く含まない。ピア直接接続して、 データのやり取りを行っているコンピュータ。トラッカー新規接続者にピアの IP アドレスを教えるサーバー。シード、シーダー完全なファイルを提供しているコンピュータ。最初の提供者についてもダウンロードが完了したものについても言う。リーチャーダウンロード中のコンピュータ。本来、開発者の講演はピアにアップロードせずにダウンロードだけを試みるものに対してこの言葉を 使っているが、今では広くダウンロード中のピアを呼ぶのに使われている。スーム同じトレントファイルにより同じファイルを提供、ダウンロード中のコンピュータのグループ全体を言う。ほとんどの場合、一つのコンピュータはその一部とだけ直接データのやり取りを行っている。共有費、負担率アップロード量とダウンロード量との比、オープンソースソフトウェアなど開発者が 継続的にシードの提供を続けている場合は別として、最低でもこれが1に達するまで共有を続けるのが、礼儀とされている。トラッカーによってはこの値に順じて、シードの速さあるいは量に制限をかけていることがある。可用性、健康度ピアにあるデータを集めるといくつのファイルが、できるかを目安として表したもので、小数かで表示される。1.0 または100%を下回ると完全なファイルをダウンロードできない可能性が高い。99%秒ファイルのダウンロードが99%ダウンロード完了し、シーダー、リーチャートもあるにもかかわらず、ダウンロードが完了しない状態。最後のピースが見つからないことが原因であるが、ダウンロードしたままにしておくか、一旦ダウンロードをやめ、再度ダウンロードを開始することで完了する。 ビットトレントクライアントは様々なプラットフォームに実装され、その多くが日本語を含む多言語に対応している。ありがとうございます。